錯覚してる状態なんですね。そうですか、制限時間がいっぱいになって過去幕内では1対1栃ノ若との対戦、この左四つを得意としています。軍配返りました。突き放していった遠藤、そして右の前足を攻めていきます。右の前足取りました。足投げ、もろ足、遠藤寄り切り、遠藤が勝ちました。遠藤、今場所2つ目の白星にこの拍手と大歓声です。